おはようございます、国さんです。今日は石垣島2日目になります。これからね、朝食を食べに行こうかなって思っております。それではね、車はね、ここのねホテルからね30分ぐらいちょっとかかったところに車止めてしまったので、そちらの方にね向かって、そっから車でね朝食のお店の方に行こうかなって思ってます。それでは行ってみます。はい、目の前にね記念石がね見えてきましたね。このね石垣島は過去はねアメリカにね占領されてしまったんですけども、アメリカの方はね右車線通行って車がねそういう形になってるんですけども、日本に返還されるというところで、日本に返還されると一つの国は一つの道路交通法という形でならなくてはならないので、それで日本のね法律にのっとって、今までアメリカで占領されてた石垣島は右車線だったので左車線にしなくてはならないという、その日がねこの7月30日という形になってます。それでその記念としてこういうね石碑が展示されてるんですね。でそこのねこの石碑がね置いてある交差点はね730交差点と言います。太陽が出てきましたね。はい、朝食のお店に着きました。こちらのお店はね島野菜カフェリハロービーチさんになります。こちらのお店はねインスタ映えするようなおしゃれなね料理や店内、とても人気なお店です。味の方もねすごい美味しいと言われてるお店らしいので、今回朝食のお店として選択しました。それではねお店の方に入りましてね、どんな料理なのか、どんな店内なのかというところをね皆さんにご紹介していきたいなと思ってます。それでは店内の方に入ってきます。はい、ドリンクの方がね届きました。こちらはね自家製のハニージンジャーになります。はい、料理の方がね届きました。今回注文しましたのはね、お店の方からおすすめしていただいたモーニングになります。めちゃくちゃ美味しそうっすね。How bad it rhymes, playing you for a fool. So I pick up the phone, dial your number on the tone to set things straight. Things come up, things go down, make me turn back around. My spider sense screaming that I'm mad.島の野菜をいっぱい使って彩り豊かな朝ごはんです。ぜひ皆さん石垣島に遊びに行く際は食べに来てください。お待ちしてます。はい、食べてきました。いやー料理美味しかったです。やっぱね島野菜、この島野菜のね味がねすごい濃くね出てました。それがめちゃくちゃ美味しかったんですよ。味もね薄めだったので野菜の味がちゃんとねしっかりと出てるんですね。ここがね朝食としてはね味濃いとね重いのは朝食べにくいじゃないですか。なのでねそこの部分がすごい良かったです。いやー贅沢な朝食美味しかったです。ごちそうさまでした。
もしねこのお店気になった方はねぜひぜひ来てみてください。それではねこれからねカビランの方に向かおうと思います。カビラバンの方にね来ました。これからねビーチの方に行こうかなって思います。それでは行ってきます。はい、そろそろねビーチの方見えてくるかと思います。お、見えてきました。少しずつ、あ、どうなんだろう、ワクワクっすね。ネットでしか見たことないので実際どれだけクリアなのか。うわー、ね、めっちゃ綺麗だ。すごい、めちゃめちゃ透明。いやーすごい。ちょっと下の方行ってきますか。はい、それでは下の方にちょっと向かいます。すごいです。石垣のハイビスカスですね。こんな感じで、いや綺麗だな。来ました。うわー、めっちゃ綺麗。すげー、これ見てくださいよ、こんなんですよ。うわ、それではね、今度はね、フェリーの方に乗ってみようと思います。はい。ハイフォーマリングラスボートです。2月からカビラ湾でグラスボート始めました。皆さんぜひ来てください。待ってます。待ってます。じゃあ、お願いします。うわー、わー、すげさっきのね、ハイフォーマリンというところでね、フェリーのね、チケット買いますとね、これがね、引換券でもらえます。もしくはね、サーターアンダギーがね、無料で、これプレゼントっていう形でもらえますので、チケット買うと、こうやってプレゼントもらえるの嬉しいですね。ボート、フェリー乗ってきました。たくさんのサンゴとか魚とかね、めちゃくちゃ見れたので、すごいね、乗ってよかったです。それではね、
これからね行けるかどうか、ちょっとね今天気がね良くなくてですね、北の方から前線が来てて雨がね降るような感じになっちゃったんですね。なので海の天候が荒れてしまうかどうかっていうところがちょっと微妙なんですけども、これからね竹富島の方に向かうために離島フェリーターミナルの方をね行くような形で向かいます。そういえばねお昼の時間だったのを忘れてしまいましたので、ちょっとねファミリーマートによってね沖縄限定のね食べ物を食べようと思って、これとね元気クール、この2つをね買ってきました。これ食べてみたいと思います。まずおにぎりの方からなんですけども、ポークチキナーって書いてありまして、中はねこんな感じでね、中がねこうやって卵とあとスパムが入って、あと高菜ですね、うん、それが入ってます。いやー沖縄しか売ってないおにぎりですね。食べてみます。それではいただきます。あ、うまい。高菜もねなんかごま油入ってますね。うん、大きいよ結構。あ、値段がねこれ税込みで248円ですね。はい、コンビニのシーチキンとか梅干しとかだいたい110円とかそのぐらいなので、まあ約2倍ぐらいの金額になっちゃうんですけど、まあ沖縄来たんでねせっかくなんで、うん、うん、美味しい。うまいわこれも。これね美味しいのでぜひねファミリーマートによってこれ買ってみてください。美味しいです。次はね元気クール、まあヤクルトみたいな感じですよね確か。これいただきます。生き返る。あー、そういえば朝ごはん食べた後水分取ってなかったもんな。美味しいです。はい、離島フェリーターミナルの方に着いたんですけども、着いた途端にね天候がこんな感じで土砂降りです。うわー、竹富島行けっかな。これ行けたとしても遊べないよねこれ。とりあえずねチケット売り場の方に中に入ってね、ちょっと状況を見ながら行くか行かないか決めたいと思います。フェリー乗り場の中のここに貼りました。ターミナルの案内板がありました。こんな感じで、でね今回使うのはこの7番、八重山観光フェリーっていうのをね使おうと思ってます。左ですね、ちょっと行ってみます。でこちらのね八重山観光フェリーのチケット売り場ですね、出発の状況をね見たんですけども、定刻通りで大丈夫そうですね。はい、チケットの方ね買ってきました。行きと帰り往復でね1160円になります。それでねこの丸4番というのはね、目の前にある4番のねところのマークがついているところが乗るところになってます。これがね実際に乗るところになります。3番4番って書いてあるので4番の方がね乗るところになります。まだ1時10分で乗る時間はねあとね50分ぐらい時間あるので、建物の中で時間潰して2時になるまで待とうと思います。やっとね竹富島行きのフェリーが来ましたんで、これからね乗っていきます。ちょっとレンタサイクル乗るためにね送迎バスあるみたいなので、こちらの方ね乗っていこうかなと思います。はい、自転車の方ね借りてきました。竹富島の今回の相棒はマウンテンバイクのこれです。これでね竹富島の方ねゆっくりサイクリングしていきたいなと思います。いやー天気いいね、やっぱ晴れたよ。
最高の天気だ。気持ちいいね、最高。撮っちゃうか、うん、いやー最高。気持ちいいよ。いや、自転車やっぱいいな。だってこの天気っすよ、最高じゃん。もうめっちゃこんな天気ですもん、自転車乗らないわけいかないっすよね、ここ来たら。はい、海地浜に着きました。行ってみます。すげえなあ、ここはこんな感じです。いやー綺麗だな、これめっちゃ綺麗だ。結構ね、ここ石多いんだね。めちゃくちゃ暑い、汗びっちょりだ。石の形もね、結構縦長なんだね。こんな感じで面白い形してるね。でね、肝心な海ですよ。こんな感じなんですよ。透明度めっちゃ高いです。これ、あ、自分の手を入れても全然見えますよ。めっちゃ綺麗。でね、ぬるい。めっちゃぬるい。いや、気持ちいいこれ。最高だな。これ入りてえな。波の音しか聞こえないところっすね。いやー。すごいな、めっちゃ綺麗や。それではね、次のねビーチの方に行こうと思います。次は金土井浜の方に向かいたいと思います。はい、金土井ビーチの方に来ました。今ね干潮ですごい水が少ないです。先の方ね水がなくてね、歩けるところできちゃってますね。干潮になるとねこんな感じになるんですね。すごい天気が良くてめちゃめちゃ暑くて海日和っすね。自分も海水パンツ持ってくればよかったな。はい、次はね西桟橋ですね。はい、うわー綺麗だなこれも。すげえインスタ映えだ完全に。うわーすげえ綺麗だ。天気よし、海の透明度よし、森の緑がね生い茂ってる美しさよし、雲の真っ白さよしみたいな。最高っすねこれ。いや綺麗だ、はい、
know that you feel all alone in this world。 はい、パーラーターミーさんに来ました。ここはね、黒糖のソフトクリームが有名なお店なんですね。もう喉乾きましたので、ソフトクリームと飲み物買っていこうかなと思います。はい、買ってきました。黒糖ソフトクリームです。色がね、ちょっと茶色っぽいみたいな感じですね。基本的にもう白寄りなんですけどね。じゃあ食べてみます。いただきます。うまー、これ超うま。うん、うまい。これ黒糖って言ってもそんなにね、黒糖寄りみたいな感じじゃないですね。きつい黒糖じゃないです。本当にふわーっていう感じの柔らかい黒糖の味で、うまいです。最高。それではね、最終便のフェリーに乗って石垣島の方に戻りたいと思います。ちょっと短い間だったですけど、竹富島良かったです。また来たいですね。はい、はい、石垣島の方にね、戻ってきました。これからね、ホテルの方チェックインしに行こうと思います。すぐ近くのホテルなので、まあちょっとですね、ちょっと歩いて行きます。はい、やっとねホテルが目の前に来ましたので、ホテルね、どんなところに泊まるかと言いますとね、こちらになります。はい、じゃーん、ベッセルホテル石垣島さんになります。ここのねホテルはね、朝食においてトリップアドバイザーで3年連続6位というねところになります。それとね、沖縄ですと朝食でね、沖縄県1位のところになりますね。どんな朝食なのかっていうのがね、とても気になってましたので、函館のねラビスタ函館ベイはね、全国で2位のところだったんですけども、ここは6位というところで、まあ沖縄で1位というところが一番気になったので、ここをね、どんなホテルなのかというところね、別の動画でねご紹介していこうと思います。それではね、これからチェックインの方できまして、撮影を済ませまして、そしたらね、この後夕飯をね食べに行こうと思っております。それではチェックインしていきたいと思います。はい、ホテルのね撮影の方終わってきましたので、これからね夕飯をね食べに行こうかなと思います。それではお店の方に向かいます。はい、夕飯のお店に着きました。石垣島北内牧場浜崎本店さんになります。こちらはね、石垣牛っていう形ではなくて、石垣牛ってね JA 農協ですね、そこのね基準がありまして、そこのね条件をクリアしたお肉がね石垣牛という形になるんですけども、ここのお店のコンセプトはね、そのね石垣牛の条件にとらわれず、美味しいねお肉を作ろうということで、独自でやってるお肉を提供してるお店なんですね。いやー、楽しみですね。これからお店の方にね入っていこうと思います。はい、まずはねメニューの紹介していこうと思います。2万円盛り、4万円盛り、すごいな。こちらがあれですね、プレミアムビーフ40ってやつですね。これがね、石垣牛よりも美味しいのを目指したビーフですね。こんな感じになりますね。はい、あとはねおまかせメニューですね、セット関連になります。こんな感じ、ファミリーセットとか、あ、焼肉お一人様セットなんてあるんですね。あ、これいいですね、今日一人なんで。はい、お一人様セットでも2980円とか、あとね4200円、6000円なんてありますね。盛り合わせの種類が結構たくさんあります。あとはこういうね一品メニュー関連がいろいろ置いてあるような感じで、あとステーキなんていうのもありますね。あと焼肉でも結構高級な焼肉ですね。はい、あとはこんな感じでキムチの盛り合わせとか、そんな感じありますので、まあね、これ以降はねちょっと端折りしちゃいますけども、まあ、気になった方はねメニューこちらに来てね、メニューを見てみてください。あとねすごい気になったのがビールで、こっちのね石垣島地ビールですね、バイゼン、マリンビール、そして
デュンケル、それとね、ハイビールなんてありますね。これね、他の YouTuber さんで見たんですけども、なんか泡盛の方が強くて半分ぐらいね、飲んだら残しちゃう人が結構多いというね、癖がね、めちゃくちゃあるビールらしいです。ちょっとね、私はね、お酒弱いので、こっちの3種類の方から頼んでみようかなと思います。ちなみにね、これはビールなのにサプリメントって書いてあります。8種類の必須アミノ酸をはじめ、ビタミン B16、食物繊維など入ってるみたいですね。はい、それではね、焙煎石垣島地ビールですね、いただきたいと思います。おお、色結構黒いな。おお、いただきます。いやー、今日一日働きました。じゃあ乾杯。くー、うまい。全然癖ないですね。で、本当にフルーティーって感じ、あと飲みやすくて、うん、爽やか、うん、そんなビールです。酒が弱いね、僕なんか飲めちゃうビールなんで、おすすめです、うん、美味しい。到着しましたよ。これ肉めっちゃやばくないですか？すげえ霜降り、やーべーって言いたくなっちゃうぐらいすごいよ。霜がフリフリしてますね、これ。まずはね、タンね。あとは霜がフリフリになってるお肉です。はい、いきます。焼いてるところはね、こんな感じ。やべえ、うまそう。はい、できたお肉がね、こんな感じです。それではね、まずタンの方からいただきます。超うまそうね、これ。おー、うまそう。いただきます。おー、うめー、霜がフリフリになってたお肉ですね。はい、いただきます。うまそうだな、これ。めっちゃうまい、ご飯こんなになってた。肉1に対してご飯3ぐらいいっちゃうよ、これ。ご飯はあります。あ、ご飯が別になっちゃうんです。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。どうする？大丈夫。大。ご飯ね、大でおかわりしちゃいました。めっちゃうめえ。はい。いただきまーす。
はね、ロースユッケになります。こんな感じです。いや、これもうまそうだよ。それではね、いただきます。でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。北内牧場さん食べてきました。めっちゃうまかったわ。これからホテルの方にね、戻ろうと思います。これでね、石垣島2日目のね、動画は以上となります。もしね、今回の動画がね、参考に、ね、なったと思いましたら、グッドボタン、高評価の方ね、よろしくお願いいたします。それとね、まだチャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、ぜひとも下にね、チャンネル登録のボタンありますので、よろしくお願いいたします。それではね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた、バイバーイ。